はい、どうも皆さん、こんにちは。ツリーです。さあ、今回も久しぶりにやっていきましょう。ということで、体調不良から戻ってまいりました。まだ喉がね、ちょっと終わってるんですけど、まあ、ちょっとやっていこうかなと。でね、カスタマイズの方で、まあ、使用技、ちょっと大きく変えてみたんだよね。で、超流撃剣戻って、サタデークラッシュ。これなんか痺れさせる技なんだけど、とりあえずこれ使ってみようかなって感じで、最近ちょっと使ってんだよね。で、4倍海洋剣。これ教えてもらったんだけど、めちゃくちゃ出が早いの、これ。マジ強い。これ結構強かった。で、今回やっていくことなんですけど、タイムパトロールで、このバーダック。なんかね、これわざと負けると演出変わるらしいんだ。ちょっと見ていこうか。未来を変えるのはバーサスバーダック。さあ、やっていくんだけど、これどのタイミングだったかな。まあいいや、みんなにコメントで教えてもらった、コンボの練習なんか、それもね、あったから、それもやっていくわ。ちょっと待ってな、バーダックさん。何だったかな。ちょっと、お前、ほんま、練習に向いてないな。バーダックとサイヤ人たちには悪いけど、この歴史は修正しなければいけないわ。フリーザ軍と協力してバーダックを抑えるのよ。ちょっと待って、ラホほど強いやんけ。ちょっと待って、練習どころじゃない、全然練習できへん。違うの、 XY だっけ。あ、もういいや。まあいいや。なんかこのバーダックさん、あ、スーパーベジータ2。まあとりあえずみんなに、だってバーダックさん普通に強すぎんだろ。ひるまないときたか。うわ、普通に強い。マジどこで攻撃食らってんだよ俺が。おお。君、未来を変えようとしてるんでしょ。僕が協力してあげるよ。なんだてめえ。てめえみてえなやつは信用ならねえ。おっとと後ろ。そんなこと言っちゃって、ボロボロじゃない。人の親切は素直に受け取るものだよ。見てなよ。どうかな、どうかな。ち、今のが全力だってんなら願い下げだぞ。まさか。せいぜいお役に立ってみせるよ。完璧すぎる、もうここの立ち位置が。あれ、やはりお前の仕業だったのか。ヒュトランクス、ここは終わりと始まりの書の歴史だよ。君はここに来ちゃいけないんじゃないの。タイムパトロールの元いた歴史に関与してはいけないというルール、それは過去の俺が犯したような過ちを誰かが再び繰り返さないため、時の海王神様が定めてくれたルールだった。でも今の俺は昔とは違う。俺はタイムパトローラー。正しい歴史を守ることが俺の使命だ。よく言ったトランクス。だがここから負けるぞ。20秒くらい、これ確か無敵なんだよな。あ、これ来たか。カカロット、バーダック、未来を変えよう、一緒に。え、どう変える、こっから。読んでいましたよ。
最終形態か。座標を設定。うおっ、ボジータにもやったやつ。この程度。残念、ダメ押しだよ。俺は貴様が許せねえ。待て、お前をフリーダ軍の最高幹部にしてやる。俺と共に。これで全てを変える。これで最後だ。え、スーパーサイヤ人。いや、ちょっと待って、普通に、かっこいいな。スーパーサイヤ人になれないけど、その兆しが見えたって感じか。いいね。ちょっとめっちゃいい演出だった、普通に。編みすぎんだろう。